ーパーパワーで曲げてやったぜ。あ、待ってんの？ずっと待ってるよ。あ、どうもこんにちは、泉朝日です。さあ、というわけで本日はですね、皆さんお待ちかねの泉朝日30度の坂道、自転車で登れたんならローラースケートでも登れんじゃねえ。どうぞなんかあの、何でしたっけ、チャリンコの人、NASA？ ジャックサ？マサね。あ、マサ？マサチューセッツ工科大だかなんか知らないけど、なんかあいつが来た時に坂登ったでしょ。登ったね。で、まあ、あいつがチャリンコ登ってさ、なんか、うわ、いったいった、こりゃすごいわ言ってたでしょ。でもそれ俺たちは付き合ってあげたわけじゃん。ねえ、あいつなんかチャリンコ登れて嬉しいなっていうの、それをさ、俺らもやってあげたわけじゃない。それ登れるよ。俺だよ。うん、それ登れるよね。もう登れるでしょうね。うん。で、本日ね、俺の本業、自転車正直副業、本業であるインラインスケートの方で坂道登っていこうかなと思うんです。マサ、ナサ、ジャックサ、お前には絶対できないから。それでは本日のロケ地紹介していいですか。いいですよ。本日の種子島宇宙センターです。どうぞ。こちらです。まあこの坂道ね、前回マサとやった時の坂道よりも1個だけ川下側にあるんでね、工事してたんで使えなかったんで、ちょっとこちらでやらせていただくという、大きさ自体は変わらない構図になってますので、そちらを登っていくということになります。ジャックさん、お前に言ってるの聞いとけよ。くで、どうでしょう、今回もガーッと助走してきて、まあ、登っていく感じなのかな。そういう感じで、インラインスケートの基本的な技術としてカッティングみたいなのがあって、こうすれば登れるのよ、こうすれば、誰でも登れるのよ、坂道、そういうことではなくてでしょ。そうだね、普通にスケーティングしながら登ってくるみたいな、勢いで登れってことね。そう、はい、今の技術でそれを覚えてるから、ゴム何も映ってなかった。一旦あのテストしてみていいかな。するよ。一旦ね、別に本番じゃなくて、みんなテスト、入りだけ、いや、どっちの方がいいんだろう。見た目的にはどっちの方がいい、1通るか2通るか。まあ、俺やりやすい方でいいと思う。いや、そうだよね、どっちの方がやりやすいの。まあ、どっちも一緒です、できるんで、なんかなんだっけ、下さ、カズさ、何したっけ名前、あいつマサね。あ、マサ、あいつよりかは全然できるんで、僕の方が、じゃあ、チャンスか、サクッとサクッとね、スパスパ登っちゃう感じで、よし、なるほど今のじゃないよな。まあそうね。でもどう、ここぐらいまで行ったんじゃない。そのぐらいまで行ってたよね。ね、ここでカッティングに切り替えてた、完全に、むずいぞこれ。でも多分2回目ができるよ。2回目だとできるんだよね、もう。あ、でも何、できないと思って構えてる。いや、できると思ってるから構えてる。え、すごいよ、俺。できたらね。あ、じゃあできたら。よし、じゃあ行きましょうか。パズルでいきます。あと、もう一回行けていきたいと。それはご自由にどうぞ。オーケー、ちょっと早く行きます、さっき。どう？いや、どうなんすか、今の。やっぱかったわ今。何金、ここ、何金、この辺、この辺めっちゃ使ったわ。ちょ、リプレケーション、お願いします。はい、リプレケーションの結果で、ポンプさん、どんな感じでしょう。まあ、ちょっとなんか助走でつけてきた勢いで登りすぎなんじゃないかなっていう気もするんですけど、どうですかね。いや、まさくんですか。出た時にガンガン助走つけて、最後ちょっと踏んでやってる風に見えたんで、なんでスケートの時も一緒かなって思ったんですけど。なるほどね。まあ、じゃあそれで言うと、じゃあ成功になればか。でもこれじゃないってことですよね。
まあ、じゃあ一応成功っていう形で、あ、じゃあ仮成功、仮 OK。 そうそう、次はなんかその助走の勢いで登るのを少し消して、うん、さっきやった最後の形のスケーティングでもうちょっと登りきるみたいな、うん、あ、じゃあ簡単に要約すると、うん、マサ超えてほしいと思う。マサ超える、まあまだとりあえずそうスケーティングを増やしてほしいってことですね。わかりました。まあ、ね、より質をってことだよね。そうだね、うん、マサできたぞ。俺は質を高めます。マサが追いついてこれ、ね、時代も追いつかないからね、うん、まあでもいけます。今、うん、あの感覚がつかんだんで1回できたもんは2回目できるんで、うん、じゃあ一応見る、俺のバックスケーティング見る、華麗な、いやいやなんでだね、歩いてたよね今。滑ってた滑ってた。うん？滑ってたでしょ？滑ってたよ。滑ってたよね。ちょ見ていいっすか、じゃあちょっと。お願いします、どうぞ。はい、リプレイ検証の結果ですね。成功と。いうことになりました。話し合った結果、泉朝日はすごく頑張って滑ろうとしてると。ただ坂道ですので、滑っても滑ってもそのエネルギーが消されて、結果歩いているように見えたということでした。なので滑っているので、これは成功というふうに運営側が認めたということになりました。これは間違いないですね。大丈夫ですよ。ありがとうございます、はい、というわけでローラースケートでも30度の坂場は簡単に登れますので、っていうかそもそも登れんのよ、そもそも。そのカッティングっていう技術を使えばね、うん、カッティングで登れんのよ。でも今前に登るっていうカッティングしちゃダメだから今日の企画はね。いつ使うんだこの技術俺あのチャリの時はさ、うん、それで通学路をショートカットしたらと か、 なんかそういうのちょっと言ってたじゃん、うん、マジでこれに関しては使わないぞ。まあタイヤついたらもとりあえずこれやりたいじゃん。近くにぶち込んどく。そう、じゃあちょっとスケボー練習中だから、うん、スケボーやったらあのスケボーでも登らせてみよう。わかりました。というわけで、なんか、なんでしたっけ、なんか、フォッサマグナでしたっけ。マサね。あ、マサね、うん、はい、マサくん、はい、挑戦お待ちしておりますので、インラインスケート得意な方もぜひね、挑戦してみてください。安全にはお気をつけて、また次の動画でお会いいたしましょう。パン、うん、ザッス。痛いね、これ痛いな、うん、信じられないぐらい足首曲がってた、うん。ごめん、俺のスカレのスケーティングが映ってたからね。映ってなかった映してよ。いや、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